広島の学祭の送迎の事故ニュース鳴ってたな。鳴ってたな。<laughs> 早かったな。すごいでな。すごいよ。うん、誰が言うたんあれは。サーヤがツイッターで<う>多分その送迎で事故ったよっていうのを。<laughs> あげてたから、ああそれでネットニュースにうそうそうそう学生にはトークで言ったけど県立広島大学の方にね、はい、あの学園祭にラランドと2組で初めてやった初めて行かしてもらったんですけどもね、うん、いやその事故ったっていうか、まあ、全然うちらには問題ないんですけど、うんうん、うちらには問題ないけど怖かったよね。怖かったよ <laughs> 空港から大学までうん、うん、サービスエリアが2回ありますとか言って言うててう、ね、1>, 1, 時間1時間ぐらいあってなんん、うん、空港から行きみたでね大学で1時間ぐらいあるってサービスエリアに寄りますか、うん、みたいな「大丈夫です」って言って、まあ、近寄ってきた時に「大学の近くにコンビニありますか?」みたいなことを言うててなうん、うん、じゃあセブンイレブン寄りますみたいな、うんあ「ありがとうございます」みたいな話になって<う>であのー、事故なん。 ほんまにな、あのー、その事故に関していろいろ肉付けをしたいわけよ、うん、こういうことがあってこうこうこうでっていう事故までの話をしたいねんけど、うんいね、ないねんないねんなあのセブンイレブンに寄ろうとしてセブンイレブンの前に止まってる車にガリガリガリってしただけやの<そう> <laughs> 何の邪魔も入れへんかってんな。<laughs> ただ駐車しようとして、ただぶつけたっていう。<laughs> うん、あの、ギリギリでぶつけたじゃなくて、うん、ちゃんとドンドンって言って、バンポンってンンン込んで、うん、ほんで、まあ、ちょっと年配の、丁寧なってんのかなってへんのかなぐらいの、うんうん、まあ、ドライバーさんですよね、うん、男性のね。まあ、ちょっと寡黙な人というか、うん、まずね、こう、ドンああって言う,言うやん、みんな、それ乗ってるから。<laughs> 6人ぐらい乗ってるのかな、私らとラランドと、ラランドのマネージャー、のマネタクと、うちらのアテンダーさんみたいな営業担当の方いて、で、助手席に学生さん、自己委員、自己員の方いてっていう、うわーっってなって、当たってます、当たってますって言ったけど、さらにバックして。 すいません!」って言って真っ先にあの運転席から降りて、うん、で走っていってそのね要は運転手の人のところに謝りに行くがまあ定石というかセ,うん、うん、セオリーじゃないですか、うん、なんかドンってやった時に2秒ほどの沈黙の後、横のドア開け出してるあたしらが乗ってるところの後ろの後ろの,後ろの横のドアピーとか言って開け出すんやか <laughs> <あ> <laughs> そのドアの一番近くに乗ってたのが私やったのよ。<laughs> そう。<laughs> で、なんかドンドンえーって言って、沈、うん、黙。1>, 1、2でピーっていう言葉を開け出して、ちょっと待って。私が降りろってこと <laughs> 一番最初の。<laughs> <私が S 1> <laughs> 今コンタクト取りに行かなあかんってことだみたいな。<laughs> <laughs> で、いや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 みたいな。で、え、私たしが俺のってことですか<う>みたいな感じなこと言って。ほんで、ようやくよ。うん。な、わから。その、さくらんが全く顔に出えへん人とか。そうそう,そ,うそうそう。顔か,から顔出て,てはないやつか。きっとしてんのよ。怖いであれ。うん、ほんで、あのー、なんやかんやで交渉してたんかな。うん、知らんで、うちらもその間は別に、もともとコンビニ寄るよってやったから。そう。コンビニで。なんか飲み物とか。買っ で、どうなんやろうと思って。まず見てたんや。あの運転手さん、その当てた方の運転手さんが、まず謝らへんのよ。謝ってないやん。謝ってない。見て、あー、みたいななって、え、大丈夫ですかみたいななってたけど。うん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 。みたいなぐらいしか言ってなくて。パニックやったんかもしれへん。それはもう、全く表情とかにでへん。内心では、やっばあと思ってるけど。 表情に出えへんかなんかマニュアルでまだそのどっちが悪いどうのこうのが決まってない状態の時にやみくもに謝るなみたいなマニュアルがもしかしたらあるかもしれないけどよねあれに関してはわかるよそのなんかグレーなやつあるやん <laughs> その発信しようとした時にぶつかったとかどっちかの確認不足かわかれんけど止まってる車にドン <laughs> <laughs> 曲がりにくいとかも何もなく <laughs>。なで、うちらコンビニ行って、私らが乗って、<う>で、まあ横ドア開いた状態でどうすんのかなーっていう。んか別の車乗り換えて、その学校まで行こうかみたいなのになってたけど、うんうん、いや、僕が送り届けますみたいな <laughs>。じゃあ僕が送り届けますとは言うねんけど、うちらにもう一回も謝ってないんな, <laughs> なんかすいません的な。別にうちらで悪くないけど、うん その、ね失礼しました、みたいなこ。失礼しました,た。とは。おけが大丈夫でしょうか、ぐらいのことは言ってもいいけど、なん、うん、も言わんと。うん、あのー、発信しだして。<う>しかも、急発進。急発進。<laughs> で、急発進して、パーって言われて <laughs>、横からなったら、もう、うちら、ずっと笑いこらえてて <laughs>、はい。ほんで、急ブレーキ。 やばい車に乗っている、うん、みたいな空気が漂ってそ<う>ほんで大学着くまで、うん、一言もしゃべれへん、うん、でもずっとな急発進急ブレーキやってんやってんもう怖いねんでまあまあこうねついてうん、うん、でうちらはもう持ちきりですよ帰りどうなるんだて言るな、うん、ったらチェンジでってずっと言ってて <laughs> どうだどうだ帰りどうなんだ、うん、みたいなでまあ、学園祭盛り上がってで戻ってきて「うんうん、でまあ、帰ります」って言ったら、うん、あのちょっと別の方が。 あの来られますっていう。うんうん ことになって、まあ別の人が来たんやけど、いやでも別の人もさ、同じ顔じゃなかった？同じ顔ちゃそれちっと言うねんけどさ、同じ顔ちゃ、ちゃ怖かった。違う違うあんたはもうさ、あの信頼できへん、こわめの年配同じ顔に見えてね、目だ取っとだけやってんけど、全然違う。でもその人も要は同じまあタクシー会社なのかそのバス会社みたいなとこから来てるのに、うちのがすいませんでしたとか。も 何も言えへん <laughs> あのー、か代わりに来ましたとかも言わずなんかしるっと変わってたからうん、うん、私も,もちょっとさ冗談のつもりでさ「うん、今日休みやったんですか?」みたいなのを言ったんよ急遽来させられたんですかみたいなノリで「あいやいや会社にいて <laughs> <laughs> 何なんその感じいやいや。 そっちもなんかその恐怖心紛らわしてますんやんって思って <laughs>、うん、まあ別にうちらはさこうガガ言ったわけですよ「<laughs> うん、気ぃつけてくださいよ」とか「はいはいいやちゃんとしてくださいよ」とか「うん、ドライバー変えてくださいよ」とかは何にも言ってないただあの黙ってニヤニヤ <laughs> <後ろ S 2> してたけど後ろでずっとニヤニヤヤしてただけや、ね、でもな加納さんが一回なジョーク言っててんなそれ <laughs> <laughs> はそのコンビニ事故前に、ね、前や、ね、その「サーヤがコンビニじゃあ寄ってください」 この辺コンビニありますかってあ,ありますあります」みたいななって行くようになって、うん、その後と加納さんが「うん、あこの辺あのサー,ブサーフボードやありますか?」みたいな言って。<laughs> <laughs> <laughs> それ,それのあとすぐに事故ったから多分これが原因というかその揺さぶったというかんで,でサーフショップを言ったら動揺すんののおさんのジョークがその事故に繋がったんじゃないかとあいやそ,それを思って私の横のドアをピーって開けたお前のせいややったんじゃないお前のサーフショップのせいでっていう意味でドア開けてた、うん、めっちゃ怖いやん 何それ。